はい、よいですか。お疲れ様です。250万です。斉拓さんです。よろしくお願いします。YouTube やってるんですよね。YouTube は、剣バトに出てるんです。剣バト 3.5、はい、出場で、はい、今、女子の野球チームを、広める活動をしてます。基本的には。はい。でまあちょっとそれで売名目的でちょっと剣バトに出させていただいたんですけど、まだちょっと実力不足なんで、これから頑張ってきてもらいます。以上です。でもちょいちょい練習してるみたいなんですよ。なんで、はい、軽くじゃあやりましょうか、はい、お願いします。はい、はい、行きまーす。はい、よーいしょ。残り30。はい、どうぞ。インターバル1分取ります。え、まだやるの？2ラウンド行きましょうか。2ラウンド行きますか。確か飯食いに行ったのに。追い込みで追い込みやって、ちょっと気持ちも強くなって、ここでどうでした？一言だよ。完全に一言だよ。今日スパーする気なかったのに。今日飯食うつもりで来ましたから。飯食うのかと思ってた。飯食うと思ったらちゃんとグローブ持ってきてる。一応誰もいないと思ってる。誰もいないと思ってる。アップなしでやっちゃってる。10秒前。よーい、スタート。残り30。はい。
一回ブレーキかけますか、ちょっと荷物当たりの真ん中で。はい、10秒前。はい、ありがとうございます。これ誰の携帯ですかね。危ないですね。あ、やばい、動画に映ってるな。え、何ですか。あ、これちょっと危ないからブレイクしたんですよ一応。あ、そういうことですか、すいません。あ、全然。どうもありがとうございました。感想をお願いします。すごいセンスがめちゃくちゃありまして。いや、とんでもないです。はい、あの、まあちょっと僕もあのまだ始めて3ヶ月とかそのぐらいなんですけど、はい、まあ、今 YouTube でいろんな大会があるんで、うん、それにあの向けて大阪で5月7日に試合がありますんで、それに向けて頑張りたいと思います。以上です。頑張ってください。ありがとうございました。ということで、斉田さん YouTube の動画なんか上げてませんでしょ。 YouTube はもう、はい、あのちょっとやろうかと思ったんですけど、まだ途中の過程で、はい、あの今、まあ、練習とかあのちょっと仕事の方が忙しいんで、まあ、これから徐々に YouTube をやっていく、はい、YouTube の方も挑戦したいと思います。わかりました。はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。はい、よろしいですか。はい、はい、よーい、スタート。ガーガーって持つ。今日最後バンドかな。はい、もう出し惜しみなくいきましょう。お願いします。最後、はい、出し惜しみなく、出し惜しみなくでもちょっと動くようにします。そうですね、そうですね。はい、じゃあ用意いいですか。はい、スタート。はい、30。はい、押し負けない、押し負けない。大丈夫、そうそうそう。離れたら一発目入れて。一発入れて。10秒前。ラストだ、ラスト。あと15秒。はい、嘘。もう10秒の体力。体力取らない。すでにちょっとごまかして投げ出した。もう最後っていうから。どうもありがとうございます。いや、もう絶対時間過ぎてんじゃん。ちょっとオーバー目に行きましたけど。お疲れ様です。でも、ね、やっぱ大ファンなんで、なんか一言やって どうだったかっていうちょっと話しましょう。あ、俺ね、戦うテクノ DJ。
ライトです。お願いします。瀬田君、はい、今日一緒に練習しました。はい、どうでした手応えは。いや、めっちゃセンスあります。もう天下一武道会、僕もあの、はい、250番さんの YouTube を見て、あの結構なんていうんですかね、まあ、僕の知り合い岡崎選手も出てたみたいで、はい、ちょっとまあこういうつながりがあって。ああそうですね。もともとあの僕あの内勤、前の仕事で内勤やってて、年前から250番さんの YouTube を見てました。おだからまさかこういうことがここで出会えて、そうですね、拳を交わえるとっていうのがまずびっくりってことなんですけど、こうやっていろんな弾き方とちょっとスパーリングを今後やっていきたいと思います。以上です。あ、はい、またじゃあ機会をお願いします。作りましてよろしくお願いします。そうですね、はい、お願いします。で、あと250番さんに今日一緒にやっていただいて、今倒れてるけどガスケすごいって言うけど、いや、久々に練習したよね。だって、いや、すごいですね。ジム行ったらいいと思います。例えばさ、税金も払えてないのにどうやってジム行くんだっていう話ですよ。まあ、生活ができないから、マジでなかなかお金もかかりますから。いや、マジで税金高すぎじゃないですか。6万来て死にそうになってるんですよ、今。6万、いや、結構ヒーヒーしますね。結構きついですよ。そのおいで、何笑ってんの。いや、本当だから。ああマジで借金18万あって4万返して、よっしゃ減ったと思ったら6万来て、その後携帯が引き落とされてなくて、携帯が Wi-Fi とセットで2万ぐらい来て、俺今8万どうしようかと思ってるから。おかずがその辺は何とかしてくれるか。笑ってすみません。グリル、グリル、あざ、あざ笑ってんじゃねえか。こういうグリル。逆にこういう対人練習は、あの他の人でやっぱやった方がいいっていうのを思います。最速で速くなる方法かなとは思いますよ ね、 やっぱり長期スパンで考えたらミット打ちとかも大事だと思いますけど、す、ね、試合まで限られた日数だとこういう練習を多くした方がいいのかなと、はい、僕なりに思いますね。いつが試合なんでしょう。5月7日です。あ、もうすぐじゃないですか。すぐですね。で、やっぱ本当岡田さんがもう家から近いんで。あ、言ってましたね。はい、はい、もうあのびっくりするぐらい近いんで、ただちょっとあの一緒に練習させていただいてるんですけど。ああ、はい。じゃあ普段から岡田と練習してる感じ。そうですね。もう岡田さんと、まあ、オーディションの時に初めて声かけてもらって、はいはい、近かったんで、それであの対人練習ですか、ね。はい。まあ、こうやって対人でやっぱ他の人とやっていく上でどこがダメなのかっていうふうに分かるんで。ああ、はい、はい。もしこの YouTube あのリスナーの方で、あのもし、まあ、東京できれば東京のか、まあ、埼玉の方で。あのスパーリングやりたいっていう人がいれば。リスナーから募っちゃうんですね。すいません、とんでもないですね。申し訳ないです。とんでもないですね。ちょっとなかなか格闘技経験者がいないんで、情報ありは。リスナーさんいませんかって探したわけですね。今、はい、そうですね。はい、ミクル君方式で。そうですね。勝ったら1000万企画みたいな感じで。なかなかちょっとあの格闘技一緒にやる人はなかなかいないんで。そこがもうだから、もう個人で YouTube 見て真似するとかって感じで。そうですね、俺もそんなのばっかりですよ。まあ、またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。1分経過。残り10。はい。
1分休みます。今みたいな超ハイありでいいですか？超ハイ最後の、あ、いいですよ。もちろん多分今日、うん、やるつもりなかったからですよね。俺多分見てるから、もう先を1個1個飲んでみたいな。昨日もチャイニーズエースとか我慢したから本当に今それ、ね、我慢しないと行っちゃうやつなんだ。そうですね、全てにパンチの痛さとかじゃなくて俺も疲れますね。250万マジでスピードあります。うん、見応えあるよ。なんかジムでもアマチュアの人とやっても、うん、痛いかパワーでなるんですけど、うんうん、ちゃんと技術とかでやる人ってスピードでしかやらないので、うん、あ、当てられないようにって意識がやっぱお互い高いから、うんうんうん、この疲れる空間ができます、うん。じゃあ残り10秒経ったら始めます。はい、よーい、スタート。残り30。すいません、失礼しました。じゃあ残り20いこうか。OK です。16しか体力ない。ラストラスト、はい、10秒。おお、はい、終了。ありがとうございます。いいね、見応えあるね、2人。最後ありがとうございます。ありがとうございました。すみません。ゲームが消えた。ちゃんと目にフィットした感があるけど、マジで面白いので。大丈夫ですよ。大丈夫です。結構見事なロール一戦で。ありがとうございます。いやーでも顔のパンチは痛かったですね。